はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは、どうも。です、今、千曲市の小バス駅の下にあります、ゲストハウス、中原屋さんに来ておりますけれども、はい、そこの店主の、カジさんに今、来ていただいております。はい、一言、自己紹介をお願いいたします。小バスゲストハウス中原屋の、代表してます、カジと申します。このゲストハウス、中原屋というんですけれども、はいはい、その辺の名前の由来をちょっと教えていただけますでしょうか。まあ、中原ってあの長野県の方言なんですけど、はいはいはい、まあ、中原ってもうすごい曖昧な言葉で、うん、自分が一番好きな方言なんですけど、はい、そのなんて言ったらいいんだろうな、尺度の、ね、少ししかやってなくても中原だし、いっぱいやっても中原だし、なんかその曖昧な言葉のが好きで、その方言の中原っていうのを使って中原屋を作りました。なぜゲストハウスを立ち上げようと思ったんですか。はい、なぜっていうのが、まあ自分は旅好きで、はいはい、いろいろとバイクで、日本中うろうろしてたんですけど、その時に、まあ沖縄だけが行ったことがなくて、はい、沖縄料理が食べてみたくて、じゃあ沖縄料理を食べに行ってみようっていう形で沖縄まで行きまして、うん、ちょっと料理の勉強とかいろいろとして、そこの時に出会った沖縄の宮古島で出会ったその居酒屋の店長さんと仲良くなりまして、はい、でその彼が今度山口県に行って、はい、オーダーメイドの靴を作ってる人になったんですよ。変わったんですね。そうなんです。でその人が受注生産で諏訪の方に来ると。はい、長野まで長野そう来てくれて、でその諏訪のゲストハウスにで待ち合わせしてそこに遊びに行って、はい、その彼と話をしてて、うん、でゲストハウスでそういう靴の受注販売をしてるから、うん、できればお前の千曲市でもその受注販売できるような場所を作ってくれと、うん、だから別にそのどっか借りてもいいしどっか椅子でもいいから、でましてはお前の家でもいいからそういう風にやれる場所を作ってくれないかなっていう話で、でいろいろとそうだな、なんかできないかなって言って探してた時に、この家が見つかって、うん、でこの、持ち主さんとも空き家もう20何年ぐらい25年ぐらい空き家だったところを、はい、それを、持ち主さんとちょうどお会いすることができて、でそのやり取りをしてここを、譲っていただく話になって、はい、今に至る感じですかね。なるほど、はい、その沖縄行った時も、はい、そのゲストハウスみたいなところへ泊まられたんですかね。そうですね、泊まったりしてましたし、まあ、キャンプとか野宿とか、はい、いろいろとしましたけどね、はい、バイクで、バイクで、はい、バイクの趣味なんですか。バイク趣味ですね、はい、まあ、バイクの魅力を兼ねながら、うん、その遠出っていうんですかね、はいはい、沖縄行った理由は何だったんですか。まあ、その時料理をやってたんで、はい、料理の勉強で、まあ、沖縄料理を食べてみたいし、うん、でその当時その沖縄料理屋さんってあまりなかったんですよね、こっちの方になくて、ね、はい、なかったんで食べたことないものは食べてみたいかったんですよね。何年前の話。15年ぐらい前ですね。そんな前の話だったんですね。なのでだから食べてみたかったんですよね。だからどうせなら現地で食べた方がいいんだろうなっていうのと、あと沖縄に行ったことがないので、はいはいはい、じゃあ沖縄行ってみようかなっていう。で自分高所恐怖症なので、はいはい、飛行機に乗るのはちょっと嫌だったんで、はい、だったら好きなバイクで行ってみようって言って、うん、鹿児島まで走って行って、そこから、奄美大島、徳之島、沖永良部、与論島って言って沖縄本島に入って、で沖縄に行ったら島がもっといっぱいあって、はいはい、いっぱい回らなきゃいけなくなっちゃって、だったら行けるところをとにかく行ってみようっていう形で行ったんですよね。じゃあそれで、まあ、宮古島でしたっけ、はい、沖縄の、はい、着いた、はい、何かいいことありましたでしょうか。そうですね、その、居酒屋さんのところに行った時に、その居酒屋の勤めてる女の人から、はいはい、その宮古島に来たらなんか起きたって言われて、はいはい、初め何のことが意味わからなくて、何がって言ったら、あ、まだ起きてないんだって言って、うん、ここは不思議の島だからねって、うん、そのうち起きるよって言われたんですよ。へえ、なんか意味深ですね。そう、何があったんだろうなと思って、うん、
まあその時に、まあ、うちの今ね、かみさんとも出会ったのもそこですし、そうなんですか、はい、でも、まあ、そのきっかけを作ってくれたその居酒屋の店長さんも、ね、この、あのゲストハウス作るにあたって、ね、作れとは言ってないですけどきっかけをくれた人なので、やっぱそういう意味でもそのつながりでもしかしたら起きた奇跡なのかもしれませんしね、分かんないですけど、でもきっかけをくれた島だと思いますね。じゃあ今後のこう夢について、なんか夢ですか。夢はですね、僕あんまり夢っていう言葉はあんまり使いたくないんで、はいはいはい、あの全て全部通過点だと思うんですよね。あのなんていうんですか、自分がやりたいと思ったことはなるべく実行しようと思ってますので、夢っていうよりそれに近づける自分になりたいなと思いますし、できるようになりたいと思ってます。将来的に、将来ですね、ゲストハウスはどう、はい、どうされます、どうしますかね。まあ自分よりできる人がいたらお任せしたいですしね。でその代わり自分はもっと違うことに発展していきたいなと思ってます。まあこのゲストハウスでいろんな人がこう集まる中で交流し、そしてまた刺激される中で、まあ、会社さん自体もまた新しい、多分何か考えると思うんですよね。考えたいなと思ってます。でまた他の人たちも来てくれた、全ての人が、うん、その何かいいことがあるよ、ね、そうですね、うん、多分何かあるよって言える風になりたいですね。千曲市のバス停ゲストハウスに来たら、です中田屋に来たら何か起きたよっていう、なんか化学反応が起きたら面白いですね、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。